次の童話の世界に旅立たないかな。長老は確か駅に行けって言ってたけど。起きろ、セドゥ。列車を出迎える時間だぞ。困った怠け者だな。いや、出迎えってどうやるんでしたっけ。もうちょっと寝たら思い出すかも。下手な芝居はよせ。退職症などとっくに治っておるくせに。昨日酒場で一番飲んでおったのは誰だ。あの麻酔は海にでも流れたか。いや、見間違いですって。昨日のは私じゃありませんよ。もうよい。退職しておった時は私が誰かもわからんようだったが、今ははっきり目覚めておるではないか。さあ起きろ。すぐにご一行がいらっしゃるぞ。起きます起きますってば。海上列車ももうすぐ着きますしね。ふん、それ以上怠けていると髪にカビが生えるぞ。よう、調子はどうだ。おう、勇者殿と精霊殿、それに妖精殿まで、もうお越しだったのですね。これはまたお見苦しいところをお見せしてしまいましたな。いいってば。気持ちはよくわかるぜ。朝ぬくぬくした布団から出たくないって思うのはみんな同じだよな。海上列車はオルビット城から来るの？ええ、そして列車は乗務員がおらねば運行できません。祝福の森の住民には操作が少々複雑すぎますからな。へえ、城の住民も折り紙の動物なのかと思ってたぜ。もちろんそういうものもおります。城はよそから来た客人にも寛容ですからな。しかしあそこの住民は我々とは少し違います。おっと、列車が来ましたぞ。これでお分かりになるでしょう。はじめまして、ホイールです。この海上列車の乗務員を務めております。列車をお呼びになりましたか。ええ、勇者と祝福の森の妖精殿をオルビット城まで乗せていってくだされ。勇者と妖精殿、それはまさかあの予言に出てくる。それならそうと言ってくだされば。ああ、もっと豪華な車両で来ればよかった。今すぐ帰ってまいります。気にしないでホイールさん。それより
早くオルビット城に行きたいんだ。観光はまたの機会にして、これからの海の旅をあなたに任せたいな。はい、もちろん光栄です。では皆さん、お好きな席へどうぞ。どの席でもシムランカで最も美しい景色がご覧になれますよ。今誰か喋ったか？私も喋ってない。朝ごはん寝ないで。列車の中から聞こえてくるみたいだね。お魚、鳥もも、すごい。あれ、キララじゃないか。友達？ああ、ニーロに紹介してやらないとな。帰って。うるさいな。あれ、もう朝？おはよう。あれ、姫たち、旅人とパイモン？はぁ、よかった。本当によかった。昨日の出来事は夢だったのか。お客様、車内での寝泊まりはお控えいただけると。にゃ、夢じゃなかったにゃ。キララ、落ち着けって。オイラたちも昨日このシムランカって世界に来たんだ。シムランカ、そんな名前だったんだ。昨日は積み木の小人がオルビット城って呼んでるとこの周りをひたすらうろついて帰る方法を探してたんだ。稲妻の大きな妖怪を怒らせてお腹の中に飲み込まれちゃったのかと思っちゃった。キララさんは稲妻の人？半分正解だな。そんじゃあ改めて紹介するぞ。こいつはキララ、稲妻のコマニアって配達会社で配達員をしてる猫股だ。あ、はじめまして、ニーローだよ。スメールのグランドバザールにあるズバイルシアターっていう劇団のメンバーで、今は祝福の森で妖精をやってるの。ニーローさん、スメールに配達に行くときに大噂はかねがね。ステージも見に行ったけど、ダンスが最高だったよ。あ、でも森の妖精って？シムランカの世界ではそういう身分ってだけだよ。それはそうと、その服、私も昨日から変だと思ってたんだ。目が覚めたらこの服を着てて。じゃあお前の身分は？それってマジックアシスタントのリネットさんみたいだね。ここに来る前、得体の知れない声に話しかけられた覚えはないかな。声？確かに聞いた気がする。でもその時は焦って尻尾まで結んじゃって、話の内容はほとんど忘れちゃった。お話し中のところすみません。その猫股のお友達さん、太っちょネズミを食べたりしませんよね？カエルを捕まえたりとかも？そんな心配してたの？私がそんなことするように見える？外で食べ物に困った時に何匹か食べるくらいだよ。あ、そういえばお腹が空いてきたな。お前たち、勇者殿のご友人をそんな目で見てよいとでも思っておるのか？猫に怯えるのは我々の本能だが、
この長靴を履いた猫又城は我々を傷つけたりはなさらぬ。そんなこと言う割に一番腰が引けてますよね。やだな、本当に心配しなくて大丈夫なのに。昨日城で折り紙の小動物に会った時も壊しちゃうのが怖くて爪も出さなかったんだよ。それに君たち美味しそうじゃないし、段ボールより噛みにくそう。あ、いやいや、美味しそうだとしても食べたりしないから。いや、これは失礼。我々もつい体が反応してしまいましてな。お客様、そろそろ出発時間が迫っておりまして。おしゃべりに夢中になってたらもうそんな時間か。それじゃあ急いで乗ろうぜ。キララも一緒に来るか。うん、次の駅まで乗ってくよ。城の周りで気になる場所があったんだ。今日じっくり探索してみようかと思って。では最後に、祝福の森の住民を代表して皆さんのご協力に改めて感謝申し上げますぞ。勇者殿、妖精殿、それに長靴を履いた猫又城、運命の女神があなた方のそばで旅路をお守りくださいますように。すべてが解決した暁にはまた祝福の森にお戻りくだされ。うん、約束するぜ。アーモンド長老もお元気で。属性をミオラさん。セイ。道中お気をつけて。おー、本当に海の上を走るんだな。景色も最高だぜ。列車の運行中は車外に手をお出しにならないようご注意ください。海に落ちてしまいますよ。して森に賑わいが戻ったんだね。私も今度遊びに行きたいな。すごく綺麗そうな場所だもんね。はあ、あの子たちに怖がられなきゃいいけど。間もなく到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。到着しました。あそこがオルビット城です。まっすぐ進んでギアリフトにお乗りになればお城の広場に行けますよ。この度はご乗車ありがとうございました。おかげさまで快適な旅だったよ。ありがとう。うんうん、車内も広々としててぐっすり眠れたよ。また来るね。気に入ってもらってよかったです。気になってる場所ってこの近くか？うん、昨日ぐるっと一周してみたんだけど、この辺がどうも怪しいから調べてみようと思って。一緒に行こうか？うん、先にオルビット城に行ってて。あそこならきっとこの世界の手がかりがいろいろ見つかると思う。私はやっぱりここが気になるから、昨日は屋根を伝って見回ったんだ。知ってるでしょ、
私、わからないことがあると爪に石が挟まったみたいに何をしてても気になってし…安心して、君たちが大変な時はすぐ駆けつけるから。わかったぞ、そこまで言うなら。うん、大丈夫大丈夫、私は妖怪なんだから。感謝します。そこの方々、助けていただけませんか。一体何があったんだ、なんで宙に浮いてるんだ。浮いている方が落ちて木のブロックになるよりはマシですから。あれほど気をつけろと言ったのに。いや、今そんなことを言っている場合じゃありません。すみませんが、あそこのゼンマイを巻いてくださいませんか。後で詳しくご説明しますから。ありがとうございます。さっきのは何だったんだ。時間が逆戻りしたみたいだったぞ。予言の女神の魔法をご覧になったのは初めてですか。それなら時間が戻ったと誤解するのも仕方がないかもしれませんね。簡単に言えば、これは万物の軌道を司る予言の女神がオルビットに下された贈り物です。これがあれば人生の軌道を外れた市民を元に戻せるのです。人生の軌道、まさかオルビットではそれが生まれながらにして決まってるの。悪いことのようにおっしゃいますけど。補足させてもらうと、オルビットのためにも当然自分の生き方があります。僕だって毎朝オリーブオイルかごま油のどちらでパックするか自分で決めてますしね。でもさっきみたいに落っこちて木のブロックになりそうな時などは魔法が発動するんです。つまりお前たちの命や安全を守る魔法ってことか。例外はあるものの、おおむねそのように理解してくださって問題ないと思います。とにかくあなたたちが無事でよかったよ。皆さんはオルビットに向かわれるのですか。そうだ、ギアリフトっていうやつにどこで乗れるか知ってるか。ああ、それならそこの鍵の刺さった台のことですよ。え、あれが本当にオイラたちを運んでくれるのか。ご安心を。
オルビットの街はほぼギアと軌道で構成されている上、予言の女神の加護を受けているのです。つまりその軌道は固定されていて、前進と書かれた車が交代することはありえません。フォンテーヌのクロックワーク玩具みたいだな。もしかして小人が踊るオルゴールみたいなもののこと？確かスメールの商人のところでも見たよ。そうそう、とにかく急に脱線したりしないなら安心だな。行こうぜ。無言なる叙述。次はお城のてっぺんに行って予言の女神の信託を受けないと。私たちが城の奥へ向かうのを王様が気になさらないといいけど。国王陛下のおなーりー。え、王様？なんでこんな時に。まずいぞ、オイラたちが城に入るって聞いて怒ったのかも。静粛に。オルビット城の支配者であり、秩序と星々の守護者でもある流星のもとに降臨されし、我らが国王。肩書きが長いな。遠くからようこそ。あんたたちの功績は聞いたよ。森に天木蜜をもたらす妖精と予言の、あれ？ナビア？国王陛下のお名前を口にするとは、なんと無礼な。さすが私の相棒だね。アドリブうますぎ。はいはい、みんな肩の力を抜いて。紹介させて。こちらは旅人と最高の仲間パイモンよ。国王陛下のご友人でしたか。それは大変失礼いたしました。非礼をお許しくだ、うん、さて歓迎の儀も終わったこと。はっ、やめてよ、かしこまっちゃって。で、どうやってここに来たの？それはこっちのセリフだぞ。なんでここの王様になって王冠？よくわかってるじゃない。あとこうも言われたかな。オルビット城の国王となりこの町を救えって。私も似たようなことを言われたよ。そうそう、こちらが祝福の森の妖精さん。ああ、こいつはスメールの旅で知り合った友達のニーローだ。はじめまして、ニーローさん。あたしはナビア、スピナリロースらの会長よ。フォンテーヌを旅するときはポア村長にも遊びに来てちょうだい。お前は本当にのんびり屋だな。この世界何が心配なの？これより難しい問題をみんな。それに人生にはサプライズがつきものよ。ナビアさんはポジティブなんだね。そう言ってもらえて嬉しいよ。予言の勇者と妖精があんたたちだって知ってあたしもほっとした。予言といえば、オルビットの町は何かヤバいことになってるの？そのまさかよ。ちょっと前に
どういうわけか悪竜が町の空に浮かぶ星に、幸い衛兵が即座に対応して一つ回収しての、なるほど、予言の女神の神託ね。ナビアさんは女神の彫像なら城のてっぺんにあるよ。まあここの住民の話だと。どういうことだ？アーモンド長老はこないだも女神の予言を聞いてたぞ。ああ、多分シムランカの勇者に関する予言、最近になってみんな気づいたの。そっか。あんたたちも試したいならやっ。侵入者？うん、祝福の森と同じでここの住民にも。積み木の小人を守るも。そう、それよ。最近は町でトラブル、みんなその場に固定されたまま身動きが取れなくなったり、何かのループにはまったみたいに何度も同じ。クロックワークのおもちゃに例えるとレールが劣化したりギアがずれたりみたいな。そうそう、そういうその隙を狙って。え、でもそれは私が数日。待てよ。じゃあ今オルビットじゃ魔法に異常が起きてる。祝福の森よりも問題が山。あとの2つの問題はまだいいけど、みんなを拘束する魔法は。そこについては予言の女神も早くから準備してたみたいよ。大昔に女神様が残した予言があるの。星空につながるギアを動かすのだ。その時わしは舞い、皆の足元に続く軌道を千の星に返すだろう。お、軌道は予言の女神がオルビットに授けた。お、文字通り受け取るとそうね。でもこのま、そうなのよね。みんなもそれは妨害を無視して私たちでゼンマイを巻いてもいいけど。そう、さすが相棒。できれば全員。へえ、私も一応スピナディロースらのボスだからね。というわけで、あんたたちがいれば町の問題もすんなり解決できるはず。その呼び名もこうして聞くと悪くないね。まったく水臭いな。そんなこと聞くまでもないだろ。私にも手伝わせて。よかった。じゃあ案内するから、まずは城のてっぺんにある女神像のとこに行きましょう。しっかりついてきてよ。無言なる叙述。疑似妖怪。欲しいなら君にやるよ。
私が見つけた星を。衛兵に予言の女神のそばに、とにかく急ぎましょう。ご助力を。風よ。はっ。欲しいなら君にやるよ。ミオラさん、ヘイッ、ご安心を。創世の術、ついてこいなんて言ってない。霊をわきまえる虫クラブ。こんなのも欲しいの。ご助力を。さっゴミか。意地よ。君に捧げ、ご安心を。風よ。ふふふ。は。これで。や。は。へい。だ。はあ。こんなのも欲しいの。にじみ出てるよな。創生の術、光よ、騒乱の憩い。
天へと舞い、これで遅い。ご安心を。開幕だ。偉業を見届けよ。天へと舞い。せい。疑似ようか。行きましょう。属性を見下ろさない。とこれで早く今が誕生の時。叫ぶソーランの憩い。天へと舞い。だへっと礼をわきまえる虫けら。ついて創生の術。もっと泣きわめく。疑似ようか。ご安心を。君に咲く風よ。やったと。これでやさっき。ご助力を。開幕だ。属性を見下ろせ。なのも欲しいな。君に捧げよう。天へと舞い。
動けない。何があったの？国王陛下、先ほどただそいつを捕まえよう。許せないぞ。星空を動かすギアには指一本。神託の柱って何なんだ？神託を乞うための道具よ。その話は後にしましょう。